はい、香港スプリントということで、ね、見ていきたいと思います。秘密が島上総水8でございます。こちら、シャティン5レース、芝 1200m。まあ、そうね、もう4レースあるからね、まあ、G1 書いたり書かなかったりしちゃったけども、こんな感じでね、雑にこう全部やろうかなというところではあるんだけれども、短距離路線といえば香港みたいなイメージがね、前々からあったんだけれども、まあ、言うてね、日本の馬も健闘してるし、日本馬の中でね、まあ、この時期、まあ、もともとスプリンターズステークスってそもそもこの時期だったよなっていうところから、まあ他のねレースとのレース感覚とか考えてもね、日本馬にとって結構大事なローテーションの、レースがここになってくるのかなという気はするんですが、そういうわけでね、こんな感じで軸は14番レシステンシア、骨折明けなんですね。安田記念の後だったかな、骨折が判明して、まあ、そこからねじっくり調整をしてきました。まあノーザンファームさんなんでね、半年以下で復帰できるような骨折っていうのは休み明けっていうよりはみたいな感じで、まあ、しっかり調整が効くところですし、まあ、何よりね、調整過程順調だったことがね、キャノット会員には確認できるんで、まあ、軸でいっちゃいたいと思います。まあ、そして1番、ウェリントン。春は香港 G12 勝の活躍馬ですからね、まあ、連勝こそ前走ストップしましたが、まあ、ここでも、まあ、香港馬、期待をしておきたいと思います。まあ、そして3番ジャンダルム。まあ、前走の一気の変わり身で G1 勝ちを見せました。まあ、一気の変わり身っていうか、2桁着順、2桁着順、1着みたいな感じの馬なんで、まあ、紐に買うよりは別で単勝買うみたいな感じの方が期待値は高そうな気がしますけどね。まあ、レーンが乗って鞍上強化というところで入れておきたいと思います。まあ、そして4番の、ラッキースワイニーズ。前走重賞初制覇の上り馬ですからね、香港勢の中でも期待の一頭。まあ、こういうね、上り馬的な馬もね、人気薄になってくれてやすいんでね、狙いやすいと思います。まあ、そして6番、ナランフレグ、想定3番人気。春の短距離 G1 馬でね、スプリンターズも3着に来ているように、まあ、比較的安定して上位に来始めた馬というふうに言っていいでしょう。まあ、ひと叩きして、スプリンターズステークスがひと叩き、ここが本番みたいな感じでね、こちらの方も期待をしておきたいと思います。まあ、そんなわけでね、阪神ジュベナイル、カペラステークスはメインチャンネル、フルガム TV で、こちらではその他ものものとやってますんでね。はい、よろしくお願いいたします。以上、ハッチーでした。